人の弟と大変仲がよく、うん、各所で弟エピソードを話すというのも有名ですが、うん、お母さん目線で面白いと思った兄弟エピソードはありますか？あら、うん、確かにね、みゆちゃん結構ね弟さんの話をするからね。では回答いっていきたいと思います。下の弟が小学校に上がった時、うん、心配で時々見に行っていたようですが、うん、ある日富田の弟が女の子にチューされてたぞーと聞いてたからは、男の子を引き連れて休み時間のたびに偵察をしていたようです。次の日に私が今日もチューされたの？と聞いたら、今日は結構ですと断ったよと言っていました。お姉ちゃんがよほど怖かったのでしょう。今でも弟の口から女の子の名前が出ると片方の眉がピクッと上がります。覚えてる覚えてる。これ本当に言ったんだ。うん、そう、長男が、うん、その小学生の時に、うん、私のその仲の良かった男の子の友達が、うん、その通学班がその弟が仲良かった女の子と一緒で、うんうんうん、でその通学特中にちょっとチューしてたぞお前の弟みたいな話を聞いて、はっ、誰だそいつはってなって、衝撃だよね。もう衝撃で、もうその男友達何人か引き連れて弟のクラスに行きました。うん、相当厄介な姉ですね。それ何年生の時だったの？私がでも6年生とかの時。小学6年結構怖いぞ。怖いよね。それ結構圧あるぞ。本当にね、今思うとね、やめなさいよって思うんだけどね。弟はさ、どんな感じだった？やっぱちょっと照れてたっていうか、やめてお姉ちゃんみたいな感じだったの？割と本当に嫌がられましたね。割とガチで嫌がったね。そっかそっか。女の子中、どの女の子なんだろうね。それは見つかったの？あ、そう、知ってる知ってる。あ、本当？うん、あらね。今でもね、ちょっとやっぱ片方の眉がピクッと上がるという、いや、やっぱりすごい私の、そう、弟すごい人懐っこいんで、女友達も多いから、ちょっと ね女の子の名前が出てくるとその子は誰なのって気持ちに、やっぱ心配になっちゃうよね。そう、本当にそうなの、可愛いからさ、うんうん、そうか、そうだよね。なんかね、いろいろやっぱそのなんだろう、お年頃になってくると危ないね、うんうん、なってこうお姉ちゃんとしては思うよね。そう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 、そうなので、今やっぱり実家にいないから余計に心配になっちゃうね、会わないから。そうか、なるほどね。で、それをね、ずっとこう見守っている母っていう、このそんな時期もありました。富田家のね、はい、構図が見えてきましたね。はい、